MG 小太郎とエール正の笑う門にはグリーンズ、今日もよろしくお願いします。今日は僕ちょっと翡翠さんにお悩み相談というか、はい、ちょっと教えてほしいことがあって。教えましょう。おさすがですね。 いろんな人の相談乗ってるじゃないですか。それはな、あもう言うの質問させて、せめて質問させて。早押しすぎる、早押しがすぎる、ちょっと、うん、俺 B 案がいいと思う。待ってごめん、二択じゃないんです。そういう質問じゃないんです。あそう、うん、あそうで、あそうで、まあでもそんなあの深い話じゃないんで、うん、ってあれですけど、やっぱり損得は、お言うの答え。あ待って、あのね、質問させて。相談させて。あとね、あまだ言うの。雨の見ぬ、見中主に祈った方がいい。ね、それ宇宙神だからね、一番いいやつね。全部を統一したやつね。それ言ったら何も言えないよ、それ。そういう曖昧な方じゃなくて。まあ、翡翠さんだったらどう答えるのかなっていうのを知りたいというのもあって、うん、ちょっと、教えてほしいことがありますので、はい、よかったら、ちょっと、はい。この間、風の牧場のミュージカル大阪であって、僕ら、グリーンズピクニック佐賀県で行って、うん、それが大阪でミュージカルになったので、うん、ちょっと遊びに行ってきたんですけども、うん、その時、美塾の内田先生、たまたまいらっしゃって、うん、その、うん、マネーインストラクター仲間のレイちゃんという方が、うん、その美塾の生徒でもあって、うん、のなんかご紹介してくださったんですね、うん、で美塾の内田先生本当になんかイケメン中のイケメンというか、うん、わこういう人が王子って言うんだなっていう感じの方だったんです。まあ、ぶっちゃけまさくんの方がイケてるんだよ。なんて言ったらいいのかな僕。なんて言ったらいいの。でもね、とてもじゃないけど、うん、あの人には勝てないと思いましたね。なんか本当の王子ってああいう人いるんだなって思ったっていうのが、うん、まあそれはいいんですけど、うん、その方にご挨拶をさせていただくタイミングがあって、うん、でれいちゃんがその確かに王子感はあるね、急に話入ってきたね。急に話入ってきた。時差があったのかな。内田さんは王子感、あ王子ですよね。一度ね一緒に仕事させてもらったことも、ね、王子感ありますよね。王子感あるキラキラしますよね。キラキラしてる。で、話続けても大丈夫ですかね、うん、でお会いして、で男性にもいわゆる美塾って女性かと思いきや男性にも魅力マトリックスみたいなのがあるんですよ、うん、ちょっと今調べていいですかね、うん、それはですね、うん、ブログにも書いてある話なんですけども、うん、いわゆる4つのタイプがあって、ちょっと詳しくは言えないって言わないですか、ブログを見ていただくと分かるんですけども、うん、涼しいとかで涼と、涼というタイプで、それは清潔、その方の特徴は清潔感とか鋭さ、うん、中田秀俊とか中村獅童とかっていう方が、まあ、代表的な方ですよとかっていうのがブログにまとめてあってですね、うん、でマサさんは どうですかってレイちゃんが質問してくださったんですね、うん、僕ちょっと下りが美塾のあれが分からなかったんですけど、うん、ったらメガネ外してって言われて、うん、でじっと見て、うん、たらマサさんは言う優しいの言う、うん、言うタイプで合ってる、服装も合ってるねって言ってくれたんですけども、なんかもう一つ質問があって、うん、もうワンランク魅力アップするにはどうしたらいいんですかっていうのがあるらしいんですよ、うん、それを聞いてくれた時に優しさとか言うタイプであるんだけど、それを引き出すためにあえて侍感を出すといいって言われたんですよ、うん、要はちょっと影を出すといいよって言われたんですよ、うん、なるほど。でも侍感ってどういうことだろうと思って、僕その場にいた仲間にどういうことどういうこと、何が人を、いやだって俺侍感しかないから。なるほど、あ聞いてよかった聞いてよかった。ちょっと僕もちょっと話してるから、うん、で仲間に聞いたんですよ、その場にいるメンバーに、うん、ちょっと侍を出すといいって言われたんですけど、どうしたらいいかなって言ったら、うん、ちょっとあまりみんな多分あんまり僕の悩み真剣に聞きたくなかったところですけど、うんうんうん、まあござるって言ったらいいんじゃないみたいなとか、うん、語尾に言葉変えたらいいんじゃないとか、うん、最終的に出た結論は刀持てばいいんじゃないみたいな話だって、うんうん、見た目なのみたいなって、うんうん、なんかそれから僕路頭に迷ってるんですね、うん、で僕路頭に迷った結果今 LINE スタンプで侍の出すスタンプ買ったんですけど、うん、誰にも送らずに今はいるんですけど、うん、でも翡翠さんってやっぱり日本の歴史に詳しいじゃないですか、うん、侍って翡翠さんの名言では侍とは大切なものを守る覚悟とか覚悟とかあるんですけど、うん、もう一つ何か違う、僕にもしアドバイスするとしたら侍感を出すとしたら、うん、なんかその優しさをとか言うっていうタイプを引き出すための侍感っていうのは何があるんだろうなってことを相談したかったっていうのが僕の悩み相談です。なるほどね、はい、公開悩み相談だいぶ回答に困りそうですやっぱまずはちょんまげ、はい、待ってそれ刀と一緒だよ、それ見た目じゃん結局。ちょっと勇気いるよ、ちょんまげ今やったらツイッターですごい言われるよ、ちょんまげ仕事できないよ僕、それでマナー言うするのその髪型は受け入れられません、言われますよそれ。刀と一緒だよ、そしたら刀持ってちょんまげしたらマジ武士じゃん、銃刀法違反で捕まります、僕銃刀法違反で捕まっちゃうので、刀とちょんまげ以外でやっぱりあとは、はいはい、その侍って、うん、そば食うのめっちゃ早いから、そば食べるときに、はいはい、
つゆにさっと入れて食べる。食べ方？食べ方。それ侍なんですか？侍。そんな侍？侍ってそば食べるの。そうなの？めっちゃ早いよ。え、待って待って、もうちょっとあるんじゃない？侍って。なんか守るとかさ、なんか大事なものを大切にするとか、なんかあんないですかね。そうじゃないの？やっぱり、うん、やっぱり、なんか怪しくなってきたな、眉毛は、手入れしたの。待って待って、見た目なの？見た目なんですか、結局。だって、あれ見た目でしょ、美熟の眉毛。まあ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 、見た目ですけど、見た目ですけど。眉毛は、うん、細いよ、侍たちって。本当に？本当？すごい、本当に？手入れだって、すごい。行き届いてるの？侍たちもう、すごい、まあですね、手入れしてたもん。本当に？眉毛。そんなに美容に意識してたんだ。はい、ちょっと、じゃあ眉毛細くしちゃうんだけどな。うんそこなのかな？侍たちまだ出てくる。侍たちって眉細いっていうことと、うん、あと日焼けクリームめっちゃ塗ってあの美容美容家なのかな侍って意外と肌はデリケートに日焼けするとなるほど敵に目立つわあのねちょっと松田茂出てきな感じでいつ黒くね あ目立っちゃうもんねだって戦場京都だからあそうかそうか京都がやっぱり侍たちの戦場になってるから、まあまあね、やっぱり黒い京都の人って白いからそうなんだやっぱり日焼けすると目立つ常夏の爽やか感出ちゃうとね芸能人ね、正月の芸能人みたいな、ね、俺の中で侍といえば日焼け止め待って、見た目かな僕なんか見た目しか出てこないけどそう日焼け止めクリームがあったんだ日焼け止めクリームあったんですねえじゃあ、整理するとちょんまげ言って刀持って言葉変えて日焼け止めクリーム塗って眉毛細くする、うん、完全に美容家じゃんやっぱり語尾は忍って言った忍者もう忍者そういうだんだんぶれ始めてるもうおかしくなっちゃうあのねマジで相談した場合相手が間違ったなと思ったでもその、はいはい、侍ってもともとの語源はサブラウなわけ、うん、サブラウですねでサブラウっていうのは大切な人を守るっていうのが侍の語源なの、ねうんなね、大切な人を、うん、マサ君がグリーンズのね、うん、聞いてくれてる人を、はいはい、やっぱり大切な人を守るっていう意識でやってると、うんるちょっとサブラウ感が出てくるんで、はいはい、わかりました、まあ、でも大切な場を守るっていう意識が確かに大事にしちゃうのであとはあまだで笑っちゃったけどね完全に笑っちゃったじゃん自分であとね侍って、はいはい、絶対的に、はいはい、ランニングシャツランニングシャツなのえあんなに着物着るのにランニングシャツえそうでしたっけ着物の下ランニングえそうなの切腹とかする準備してるのにそうなのそうなのタンクトップタンクトップあそうなんですか意外ですねそんな反り増し的なあったんですねそれは知らなかったタンクトップにデニムじゃ待って待ってあのね90年代を感じるんだけどなんかタンクトップに本当デニムでデニム入ってたんですか着物じゃないのないかでちょんまげタンクトップにちょんまげはまあいいんだいい譲る譲るあの眉毛は細いタンクトップと、はい、デニムとで眉毛細い日焼け止めで完全にサーファーじゃないですかサーファーちゃんです。サーファーちゃんです。ちょっと昔のサーファーな感じで。なるほど。なんか急にカジュアルな感じがして、侍ってそれでいいんですね。あとね。まだあるの？侍って。もう髪いじり始めてる。侍って、やっぱり、笑った時に、銀歯が光らないといけない。だって、当時から銀歯だったんだ。やっぱり侍って。虫歯してたんだね。侍って結構、甘いもの好きだから。カステラ。銀歯カステラとかね。カステラ食べちゃう。いや、なるほどね。銀歯を。ああ、虫歯になっちゃうんだ。うん、治療ね。銀歯を。あ、そうなんだ。ちょっと銀歯多めに。そんな体入るの待って、整理すると、タンクトップで、髪はいいとして、デニムで、銀歯。で、銀歯。でも、普通の人じゃ、現代人じゃ、そうする。それが侍なんですか侍っぽい。それで大切な人を守れるんですかね守れそうな、そうです。ちょっと防寒具とかあった方がいい。本当に急になんか侍にならなくていい気がしてきた。なんか内田先生に怒られそうな気がしてきましたけどね。でもサブラウなんですね。まさはその、その、優しさと爽やかさなの？あ、爽やかって覚えてないけど。優しさの方って。なんかタイプ的に4つのタイプがあって、うん、その言う、優しいの言うタイプが、うん合ってるっていうかだねっていうことをおっしゃってくださって、ね、それが出てるし、うん、服装もその感じが出てるから、うん、逆にちょっと分かったじゃあこっからは真面目に答える本当に、うん、俺 今ふざけたことですねあの、はい、適当に言ってたからいや分かんないじゃああれ真剣だったら困るあれで名言セラピーとか言ってほしくないあのまさにとっての、はいはい、優しさと対極なやつって何なのなるほど、うん、強さですかね強さ、うん、つまりあのスイカに塩をかけるのは真逆をかけることで甘さが引き立つわけなるほど、ね、だから優しさの真逆をやることがマサ君にとっての優しさを際立てるわけなるほどだからマサ君にとって強さって何なのじゃあ優しさの逆の強さっていうのは、まあ、強さっていうのは、
まあ、信じることじゃないですかね。何を信じることが強さ。自分と仲間じゃないですかね。自分と仲間を信じるのが強さ、うん、仲間っていうか自分と相手を信じる。自分と相手、うん、自分と相手を信じるって どういうことをしてるのが信じることなの。疑わないことかな。疑わない、うん、疑わないことが強さなの、まさきにとっては。まあ、でもそれは信じるってことなんですけど、うんうん、信じるって何をすることが信じる。なるほど。具体的にってことですか、うんうん、まあ、受け入れることかな。受け入れること、うん、あの相手自身、うん、でも俺受け入れることはまさ君の優しさだと思うわけ、うん、なるほどね、うん、その真逆。なるほど、うん、あのまさ君の秘めてる、うん、俺は俺はっていう気持ちを出すことが侍だと思う。強さであり侍、うん、顔を出すってことか、うん、それは確かに深いかもしれない、うん、響いたかもしれない。ちょっと響いた、うん、あのあんなにふざけた人と思えないぐらいちょっとマジで、本当にマジで回答しちゃったの、びっくりしちゃったけど。そう、マジで言うと。まあ、タンクトップ、ジーンズ、銀歯って言ってた人とは思えない。本当に嘘かなって。でも本当に俺は俺はっていう人って、デニムに、タンクトップ着てるじゃん。確かにね、僕の先輩にいた、そういう人。うん、いや、でもそうですね。そう。一言言うと、デニムにタンクトップなんです。繋げなくていいですよ、そこも。まあでも、貫いてますよね。俺が俺がって、うん、その優しさの真逆の俺が俺がっていう、ね、俺が切り込むんだっていう。なるほど。それは確かにそうかもしれない、ね。それ思った時に、うん、優しさが引き立つよね。なるほどね。うん、マジで相談しよかったと思ってたけど、最初前半どうなるかと思ったけど、うん、でもそれはいろんな人に言えるわけですね。例えば優しさじゃない人でも逆を描く、知ることで引き立つってことなんですね。よかった、聞いて。まあそれ実は俺もリンクしてるわけ。あ、そうなんですか。で俺はその、うん、すごく新潟県民だから、うん、すごく新潟控えめなわけ、はいはいはい、控えめで俺も優しいわけ、うん、でもだからこそ、うん、俺が俺がっていうのは、あ、なるほど、本来俺の中には欠片もないんだけど。本当に本当に垣間見えるけど時々。だから、うん、あの自分の中のちっちゃい俺が俺がっていうのを奥に秘めてたやつを前に出す努力もしてるのね。あえてね。あえて、うん、あ、それは確かにそうか。でもそういう意味で言ったら、僕もあの翡翠塾に通ってた時に、うん、あの筆文字のりみちゃんとコラボで講座した時に、うん、本当に一心不乱に一つの文字をすごい書いた時期があって、あれ多分、うん、周りを全く気にせずに気を全く使わずに、まあ、結局間違ってたんですけど、あれは、うん、でもあの時自分のなんか本質を見た気がしたんだよね、うん、本当は一つのことに周りのことなんて考えずに、うん、夢中になれる自分もいるんだなっていうのを知れ、うん、まあね、正しい合ってるじゃなくてね、うん、あれがなんかすごく貫いた感じはあったんですよね。そうだね。だからまあ、うん、マサ君の場合、周りとつながりや仲間や輪を大事にするから、うん、だからあえてもう、うん、なるほど、俺のつながりを切って、うん、もう俺がドリブルでここは突破するみたいな。うん、なるほど、アクセントとして。うん、そうそうそう。それはマラドーナ的な、もう俺、もう反則してでもなんか切り込んでいくみたいな。なるほどね。家庭を使ってでもゴールを決める5人抜きのね、伝説のゴール。あのだからマラドーナの伝説の5人抜きを、うん、ね、毎日夜見るといいんじゃないかな。ちょっと興奮して寝れなくなるかもしれないです、うん、僕サッカー好きだから。だってマラドーナもさ、私服はデニムにタンクトップだよ、うん、いやだったかな。それは見たことないけどな。めっちゃ銀歯光ってる。なあ、本当金であってほしいけどね、設計ってね。マラドーナだったら金持ちのイメージで、まあ、金か銀はどうでもいいんですけど、虫歯は治療した方がいい。マラドーナも語尾ニンニンって、うん、嘘でしょ。そうなの、親日家なの。聞いたことないけどね。それ間違った文化を受けちゃったけどね。まあ、というわけでね、はい、ありがとうございます。まあ、逆を描くってことですね。逆をすると、ありがとうございます、はい、僕にとっての侍感っていうのはその強さであり、貫く俺が俺がってことを出してみるっていうのも一つやってみます。ありがとうございます。というわけで MG 小太郎とエールマサの笑う方にはグリーンズ、ありがとうございました。